メグっぽいドは株式会社インターネットより発売されている音楽制作用のボーカル音源である。声優、歌手の中島愛の声を録音し作成された歌声ライブラリーを収録しており、メロディと歌詞を入力することでパソコン上で中島の声を元にした歌声を合成することができる。ヤマハの開発した歌声合成技術ボーカロイドに対応したボーカル音源で、 推奨テンポは60から175バイト PM、推奨おみきは F2A4。対応エンジンのバージョン、性質の違いにより、2015年11月までに、計12種類の音源が発売されている。メグっぽいドの最初の製品は2009年6月26日に、ボーカロイド2エンジン対応音源として発売された。音声は、同社製のボーカロイド製品っぽいと、 同様、あえて人間らしくなるように調整しており、中島愛の声の特徴を残すよう考えられている。サンプル曲に中島の曲を使用する、初回特典として中島のブロマイドを同梱するなど中島のファンを意識した製品となっている。2011年10月21日には、ボーカロイド3メグっぽいドと称し、パワー、ウィスパー、アダルト、 スイートの4種類のボーカロイド3エンジン対応音源が発売された。これらは4種類の音源は、それぞれ個別のパッケージに加え、4種類すべてを同梱したボーカロイド3メグっぽいドコンプリートも発売され、それぞれにボーカロイド3エディターを同梱したスターターパック版も発売されている。もともとは声のバリエーションを増やすために企画されたもので、 当初は、エクステンドと少子ボーカロイド2用の製品として、開発が進められていたが、バージョンアップ版のボーカロイド3のリリースと、タイミングがあったことから、開発をやり直し、ボーカロイド3用の製品としての発売となった。ボーカロイド2版の性質については、ボーカロイド2版向けに取られた録音を使用して、作られた、ボーカロイド3用ライブラリー。 メグッポイドネイティブが2012年3月16日に発売された。2013年2月28日には、英語用のボーカロイドサンライブラリー、メグッポイドイングリッシュが発売された。2014年1月16日には、文章読み上げ用ソフト、メグッポイドトークが発売された。2015年11月5日には、パワー、ウィスパー、アダルト、スウィート、 ネイティブのライブラリーをボーカロイド4に対応させた、ボーカロイド4メグポイド V4 シリーズが発売した。それぞれ個別のパッケージに加え、5種類すべてを同梱したメグポイド V4 コンプリートも発売され、それぞれに、ボーカロイド4エディターを同梱したスターターパック版も発売されている。グミは、製品のパッケージに描かれている、同ソフトのイメージキャラクター。 名前は中島が付けたもので、中島自身の子供の頃のあだ名が元になっている。デザインを担当したのは、漫画家の結城正美で、結城が、ボーカロイド好きとして知られていたことから依頼された。二次創作のしやすさを意識してデザインされているという。腰のベルトには、ヤマハの電子楽器、手乗り ON をイメージしたデザインが取り入れられている。 メグっぽいド初代製品発売日である6月26日を公式にグミの誕生日として定めている。インターネット社ではキャラクターについてキャラクター仕様に関するガイドラインを定めており、これに反しなければキャラクターを用いた二次創作物の非商用での公開、配布が許諾されている。ニワンゴが運営するニコニコモンズやクリプトンフューチャーメディアの運営する ピアプロへの二次創作物の投稿も可能。インターネット社のボーカロイドキャラクターをカラオケ映像に使用する場合、二次創作作品を含めイラストレーターや動画制作者等本人の許諾が取れてさえいれば公開が許諾されている。メグっぽい度は発売当初の反応は良いものではなかったが、初心者にも親しみやすく汎用性の高い声質や使用感の良さにより、 徐々にユーザーの支持を集めた。メグっぽい度が曲に使用されていることが明記された主な CD。以下は、クリプトンフューチャーメディアのレーベル、カレントにより、iTunes ストア Amazon プ p ンモーラなどで、メグっぽい度やグミの名前が明記された楽曲を収録し、販売されているアルバム。単独主演作品ゲスト出演以下、グミがキャラクターとして登場したものを記載。 小説漫画2013年9月4日発売。ISBN978 から40億6380万28492013年12月27日発売。ISBN978 から40億6380万28492014年4月4日発売。 ISBN 978から40億6381万3135が集。ファンブック。ありがとうございます。